あの子大事な時には必ず転ぶんですよね。団体戦負けると分かってる団体戦に何もその浅田さんを出して恥かかせることなかったと思うんですよね。森元総理は今日福岡市での講演で、ソチオリンピックのフィギュアスケートに出場している浅田真央選手のショートプログラムの演技についてこのように述べました。その上で、日本時間の今月9日未明に行われた団体戦に出場してジャンプで転倒したことがショートプログラムに響いたと分析。協会はトリプルアクセルが成功すれば団体戦で3位になれると浅田選手を出場させたが、見事にひっくり返ったと述べました。森元総理は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長を務めています。